行されました。シルバーのバンに乗せられて今東京拘置所を出ていきます。私たちは岩は無実だと思って、死刑になろうが何になろうが岩は無実であると思って信用しておりました。ともかく岩は無実であるということだけは信念で持っておりました。実際には今日本に死刑があるわけですから、多くの人々はその人の死を本当に望んでるんですね。その望みというのは一体どうして出てきたのかっていうことを自分たちの中でもう一回考え直すという機会は持つべきだというふうに思います。理由はいい加減なもんだけども、それで相手は満足してるんだから、こっちはもう黙って言われっぱなしですよ。これが岩尾で、これが私、これが2番目の兄で、これが2番目のお姉さんで、長男のこの兄がちょうどいなかった、遊びに行っちゃっていなかったから取れなかったんです。私たちは浜名湖の辺で育ちましたのでね、戦前でしたのでまだ平穏な時代でしたよね。でうちに船がありましてね、でその船で日曜になると父親は魚釣りで、母親は貝取りにね、で子供たちは水遊びっていう生活を夏は送っておりました。戦争の始まる前にB29は、偵察に来ました。その時に近所のおばさんがあれが B29 だって言って伝えに来たんですね。それで屋根に登りましてね、それでその B29 を見たんです。そしたら岩尾もちょこちょこと後をついてきましてね、二人でまたがって屋根の一番上またがって一緒にこうやって見てたことがあります。岩尾はね一番末っ子ですのでね、大変おとなしい子でした。私とは年が3つしか違わない、私も一番下ですからね、上の兄たちも姉たちも、それぞれ可愛がりました。十何歳の頃からボクシングをやり始めまして、それからプロになったんですがね、多分兄の勧めでなったと思うけど、10年間ぐらいやったんでしょうきっと。足がねなんかガクンとするとかって言って、で休んでたんですね。でその間働いていたところが黄金味噌、その黄金味噌で事件が起きたっていうことですね。ここが当時の事件現場であったんですね。で隣のうちと右の隣のうちと左の隣のうちは当時のまま残ってます。多少外見は変わってますけども、建物のそのものはそっくり残ってます。で真ん中部分だけは火事になってますので、当時の家は全く残ってないんです。1966年の6月30日に、袴田さんが勤めていた会社の重役ですね、経営者の家族が4人殺された事件です。袴田さんはですね、ちょうど事件の発生する2年ぐらい前に清水に住んでいて、ある人の紹介で
黄金味噌という味噌の製造工場の工員として働くことになったんです。それでもやはり彼は現役のボクサーを目指してトレーニングもしていたというふうに聞いてます。この辺の場所にですね、お母さんと息子さんの遺体が発見されたんです。この辺の場所に。それからその隣の畳の部屋に、娘さんの遺体が発見されたんですね。そして今見えますけども、あそこの裏木戸の入り口のところに、お父さんの遺体が発見されたんです。非常に夜になると静かな住宅地で、すぐ近所の人が気がつくような住宅地の中で発生した事件です。しかし誰も気がつかなくて、一家4人が次々に殺されてしまったということから、警察は袴田さんのようなプロボクサーとか、それに似たようないわゆる格闘技ですね、腕力の強い人間であろうというような想像をして、ほとんどを袴田さんに注いだわけです。逮捕されたっていう時には新聞で H とかっていう名前を挙げて、なんだかそれが犯人らしいって言った時、もう肩の荷がずしんと重く、それこそびっくりしましてね。で、浜北の実家へ私は飛んで帰りました。まさかそんな犯人であるわけないと思って私たちおりました、家族はね。そうだけど、あの報道ですからね、世間に対してそうじゃないってことが言えなかったんですね。もうともかく黙ってろということで、私たちは黙ってました。口をつぐんでおりました。50年前は、ここ今建物が建っているこの一帯がから向こうがですね、工場であったんですね。ちょうどこの上が工場の事務所で、味噌工場の事務所で、で、この左側、正面から左側のこの位置ぐらいにですね、工場の中に入る大きなドアがあったんですよ。で、その中に入ると工場がずっと広がっていたという形になります。警察に自白をさせられた話は、工場の寮から、パジャマを着て降りて、でパジャマのズボンに、ナイフを刺して、そしてここ降りていく正面の玄関というか倉庫の入り口ですね、工場の入り口の大きなドアの下に小さなドアが、くぐり戸っていうんですけども、それがあって、それをくぐる時に、パジャマが白いから、この角に、カッパ、レインウェアを置く場所があったんですね。そこから、レインウェアを白いパジャマの上に羽織って、そして線路を渡ってですね、斜めに歩いていってですね、今戸がありますけど、戸の右側に木が生えてますけども、木をよじ登って、今はその土蔵の壁ですけど、昔は屋根があったんですよ。屋根の上に登って、そして屋根を歩いて、母屋と土蔵の間の中庭に降りたというように自白をさせられて、そして、犯行後に、今度はその戸から下に出てですね、で工場へ戻って、そして放火用の油をバケツの中に入れて、再び中に入って火をつけて、再び出て、そして自分の部屋なりどこかに隠れていたというふうに、自白をさせられています。お前、専務の女房に言い寄ってたじゃないだか。23日間、毎日平均12時間の取り調べの中で、逮捕から約20日経った時に、自分がやりました
というよう自白をしてしまった。なんだその目は。この辺からですね、あのその角ぐらいまでにタンクがいくつか、全部で4つ5つぐらい並んでたと思います。でここが1号タンクっていう場所がだいたいこの辺ですね。1号タンクというのは例の御殿の衣類が発見された場所なんですけども、これこの辺がちょうど1号タンクという場所になります。事件を3日ぐらいして、あの浜北の実家帰ってきたんです。その時の様子を見て、3日前に4人も人を殺した人間が何にも変わりないってことはないと思う。例えばね、それが全然変わってなかったの、様子が。これはね、これは私の事件の私の足取り。こう説明言ってるまっていうな。こうずっとこう、あの赤線と大前だとこでこう囲んでるわけで。日本では死刑囚がですね、裁判のやり直しで無罪になった例がこれまで4件あるんですね。その1号が、免田栄さんという方なんですね。でこれは、1940年代、終戦直後、日本の第二次世界大戦が終わった直後ぐらいに発生した事件で、いわゆる戦争を経験した人がほとんど刑務所に入ってますので、死刑囚も多かったことは事実なんです。強制徴用猶予尋問で武装の調書を作っていたわけです。向こうは事件の内容を知ってるけど、でこちらは知らないと。初犯で学校も6年やってない田舎のボンボンだから、もう警察官というかそういうことをね、背中にはあのなんかこう鳥肌に立つような怖さを感じる年頃だったから。免田さんの事件は、まあ、ある人がある一家が、まあ、あの殺害された時に、ちょうどその免田さんはある女の人と一緒にいたという状況だったんですが、まあ、彼自身あの界隈ではいろいろとあの厄介者、それから、ちょっとぐれたやつということで、目をつけられていたんですね。で、その、事件の犯人がなかなか見つからない中で、免田さんが、捕まえられて、怪しいうちの一人として捕まえられて、その日はだからちょうどあの女の人と一緒にいたよと言って、アリバイがあるというふうに言ったんですけれども、非常に激しい取り調べを受けた中で、彼は自白をしたということが言われています。ひどいんじゃないですか、ね、自白調書が出た。私が捕まった頃はまだ旧法だったから、旧法から新法に変わったちょうどその年やけんな。だから昔の、式が残ってた旧式の取り扱いは旧式だけど法律は新法になってた、24年からかな、新刑事修正法が発行されたのね。で私が連合されたのが23年の
12月の29日の事件をね明けて、24年の1月の10日かな10日が10年上で連行されている、うん、いや僕は扱いを受けましたよ。警察段階での、 取り調べの際には弁護人はつきません。弁護士が要するに弁護人としてついても、取り調べ室の中にはいませんので常に一人だけでそのいろんな取り調べを受けることになります。この23日間に自白をする人は、極めて多いということがありまして、これはもう一般の刑事事件全般に言えることです。日本では死刑執行は、死刑囚本人に、その処刑の事実が、告げられるのは現在はその日のうちです。ですので、処刑は通常朝に行われますので、朝、その日の朝処刑の数時間前に今から処刑だということが言われます。ですので毎朝みんなビクビクしながら過ごしているわけですね。自分の部屋が廊下に出るでしょ。そしてみんなと別れていくときは一人一人言い方は変わらない、同じなんです。今日一挙になっていつまでもお世話になりましたって、出てください。お先に参ります。皆さんお元気で。もう出気口から手を入れて握手をする人間もおるけど、もう何人握り返してる。元気で元気でな、元気でなって。昨日処刑があった、隣の部屋の人だった、お元気でって言ってた、みんながっかりしてるって人一気に言いました、岩尾が。でそれからもうおかしくなっちゃったですね。だからいつその処刑されるかわからんっていう恐怖、それをはねのける意味で岩尾はわざと、ここは拘置所じゃない、拘置所はなくなったとかね、俺は拘置所長だとか妄想して変なことを言うようになったんです。2階建てになってるんですね。でこれは昔 その1873年の法令では、台の上でっていう形になってたんですが、今は同じフロアでその下に落ちるっていう形になっていますので、2階建てになっていて2階の部分に入ってくる。そしてロープをかけられた人を支えるその床がバンと外れて、そして公式になると。で落ちたところを、落ちるところをこう確認するための、監視部屋というのが、あって、そこに検察官が立ち会って、で拘置所長も立ち会って、で落ちてそれその下のところに医者がいて、で最後の看取りをする、要するに死亡確認をするというような手続きになっています。でそのためにさまざまなその拘置所の刑務官がその手伝いをするわけですが、まずロープをかけるところのその刑務官が何人かいますね。暴れる可能性もありますので、そういう配置もあります。で、ロープをその滑車につけたロープをこう つなげる。で落ちたところでは、その後要するに体の中のものとかあのおしっことか、そういうものがバーッとこう出ますので、かなり汚いわけですよね。でそれをざーっと掃除するための、人もいて、それをさっと掃除する。よくこれがな、ここにここまで来るわけで、こうするんで、
釣り上げてな、ここはここで止まったでしょうが、でもここが消えしまう。だから筋は消えても心臓は止まってるんでしょう。それがこう下から突き上げた血がこんな返ってこないから、鼻から耳から毛穴からは実にこう増えてから、だからもう死体が落ちるでしょう。コンクの床にね、その時もう掃除が大ごとらしい。これ意外な判決結果で、事実誤認も著しい、即座控訴いたしました。二審の始まるのはおそらく来年の初め頃と思います。今年の正月は静岡で過ごすことになるでしょう。さて今回の事態をいたずらに嘆くのは無用です。戦いはこれからです。今回の1審判決を覆す根拠と自信を私は持っているのです。今の私は元気で次の戦いの構想を練っております。安心ください。さようなら。岩尾よりお母さんへって、これ一審の裁判の、ね、終わった時、母親が元気だった頃ね、岩尾の事件が起きて、それで私たちも大変辛かった。だけど母親はどんなに辛かろうと思ってね、私たちは我慢できても母親には我慢できないことがあるだろうと思って、で今はその親孝行のつもりでね、私やってるんですよこれを。会うたんびにいろいろ言うことが変わるでしょ。猿がいてな、どうのこうのって今まで話したこともないようなことを言うの、面会しててもね。で変なこと言うなと思いながらもいたけど、まあまあ刑務所なんてあんなもんでしょ。そのぐらいひどいところだと思っている。もう後から聞いたんだが大変だったらしいよ。ヘリコプターが舞うしね、もういや、もう私が死刑の判決を受けたけど、なんかまだそういうことはもうまさに夢の正夢やった。自分の苦労は無駄じゃなかったとは思いますよね。再審開始という報告を受けの決定を受けまして大変嬉しいと思っております。一日も早く解いてもらいたいと思って面会に来ました。もう嬉しくて、いやよかったねって言って、まあ、大喜び飛び上がって喜んで、その後は夢心地本当に夢心地でした。彼は運動をやっているとコンクールのところに拳をぶつけて町だらけになってたんですけど、なんでそこまでやるのかしたら、社会だったらまたボクシングするんだと、だから鍛えておくんだと、血だらけになりながらそんな言葉でやっちゃいました。
近代の刑事法というのはそういう自白に、重きを置くそういう捜査というものは間違いが多い、あるいは拷問を誘発するといったようなことが言われまして、そういうものをできるだけ排除して、で客観的な証拠によって立証するべきだという話になりました。でこの客観的な証拠によって立証するという、やり方をですね、ちゃんときちんと作っていくというのが、これが警察の役割になったんですね。でその結果をあの裁判に出していくということなんですが、日本の場合は実は警察が逮捕した段階でほとんど有罪が決まってしまいます。つまり、警察が動く、そして警察が逮捕するというのはそれだけでもうこの人は犯人だと決められる、そういう傾向が非常に強いんですね。私の場合もね、は無期でしたけどもね、一審ですよね、苦しんだんですよ。何もないんですよ、支援者もいない、それから家からの面会もない、完全に一人です。検察、私は許さない。あの人たちはね、殺人犯ですよ、殺人鬼ですよ、絶対許さないですよ、私はね。ラジオ鳴ってませんね、これラジオ、あラジオでボクシング、うん、ね、鳴ってますよ、いや、止めといた方がいい、立ち上がって、V サインして止まる、止まる、止まる、赤間さん、立ち上がって悪をなくしていくのは歴史で、今の歴史は蓄納バイキンをなくすことだ、最後を高めの頂点とする蓄納バイキンが皆霧になってなくなっていくんだ、これで世界は困らない、尊敬東京高裁の第8刑事部に継続してますけれども、石川さんは東京高裁の第4刑事部、これからは石川さんと袴田さんは同じ東京高裁で再審目指して戦う、この日こうやって、揃って大麻の集会に来て、はいはい、岩井さん大臣も、はい、岩井さん入ってます、岩井さんまだ入ってます、重いんですか？あ、重いんですね、ほら。ありがとうございます。じゃあ、ありがとうございました。これから大事ね。ありがとうございました。もう帰る。はい、すいません、どうも。はい、もうどっか行く。大丈夫。矢田さん、もう行くの？うん、どっか行くらしい。皆さんの手元でお配りをされているチラシの映画、さやまという映画の上映会をさせていただきました。言わないですけどね、今までの流れを中をずっと見てくると結局そうになってくる。だって私どもの方はもう社会に出て何十年もなるんですけどね、まだまだ確定判決が消えてないんだから、で消えてないし、犯人が間違ったところにもう一つ反省してもらって、間違いは間違いとして元に戻してこう追求していく、何か、その何かあるをそのまませずに、その何かあると明らかにする努力をしてほしいんだけども、それも意味がないでしょう。完全に治るってなかなか大変だと思うね。だけど今はもう刑務所の中ではないと思ってるからね、療養に励んでおりますがね、やっぱり拘禁症の関係で龍がいるだとかなんだとかおかしなこと言います。だけどそれはそれで私はまあじっと見守っている、そういうところです。田中進会長から記念のお祝いの花束の贈呈でございます。
被害者のことは私たちは忘れたことはないんですよね。少なくとも2人はまだ中学生と高校生ですし、お父さんお母さんも非常に若い時に亡くなってますので、ただだから袴田さんを犯人にというような考え方は私たちは全く賛成することはできないですね。皆さんたちが確かに幸運にも戻ってきたけれども、その幸運というものは我々が昔奪った幸運なんだよと、我々がその人たちをそこに放り込んだんだよという自覚をちゃんときちんと持って、将来のその再発をどう防ぐかということを考えなきゃいけないんじゃないかなというふうに思います。